大競馬発祥の地イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。ゲートが開いた。9番オーシャンプレジャー、ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。果たして何が行くのでありましょうか。ノットナウゲートがかわしていきました。そして2番手にシャドウゲート、それから7番ファルブラブ、そして内からはバラヌール、その外ゴールデンホーン、そしてその後ろからワイワード。ちょっと離されまして5番ファンタスティックライト、そして外からはユニタリーアタック、フェイスフルサン、これが1番人気のチャオンスカイ。中田的手、この手応えはどうか。12番クルーレガート、9番オーシャンプレジャーがこれを見るようにしていっています。前でありますが前、依然先頭10番ノットナウゲートでやります。内を通りましてシャドウゲート、ファルブラブ、外から1頭ゴールデンホーン、バラヌール、下がって5番手、そしてその外に6番ワイワード、この辺りちょっと離れているファンタスティックライト、それからもう1頭3番ユニタリーアタック、フェイスフルサンガ、その後ろ11番チャオンスカイ、徐々に差を詰めます。ここでいったいったオーシャンプレジャーと岡部クルーレガート、これがしんがりであります。さあビッグベンを左手に世界の強豪が直線に入ってまいります。チャウンスカイは2番手、このまま抜け出すか。先頭はファルブラブ、チャウンスカイが差を詰めてきた。内から1頭オーシャンプレジャー、3番手にオーシャンプレジャー、ファルブラブ先頭オランドとファルブラブ、ファルブラブかチャウンスカイか。さあこの1着は際どいぞ。